久々に中目にやってきました。トラステに CL24 の出演者の写真だからほぼ全員だと思うんですけど、それがなんか飾ってあって、で飾ってあるのは10月いつだったかなとかまでなんですけど、撮影 OK なのが今日までっていうことで、ちょっと見ていきたいなと、でカメラにね収めていきたいなと思います。全然並んでないですね。普通に入れると思います。やっぱり入り口に飾ってあるので並びがちですね。人がいなくなってから行こうかなと。はい、見てきました。写真収めてきました。あとね、中もちらっと見てきて、3代目の追加グッズも置いてあったんで、黒のトレーナーの生地感見てきたんですけども、生地は厚めですね。結構冬とかもあったかいかなっていう感じの厚さで、手触りはまあ特別悪いわけでもないし、めっちゃいいわけでもないみたいな、まあまあっていう感じでしたね。どうしよっかな、とりあえずセブンの前行きますか。とりあえずね、変わらず緑のロゴテープ、バーチカルがエリーちゃんがいました。坂本選手とのコラボですね。イエーイ。ローソンも行ってみようかな。高弘さん健在です。犬が待ってます。かわいい。JSB ランタン、こんな注意書きが。ローソンイートインでの出待ちはダメよ。あれ今日警備員さんいないね。はい、ということで目黒川をずっとまっすぐ歩いて池尻大橋の方までちょっと散歩がてら来たんですけど、近くにですね、直人さんが前にオネスト TV で郁夫さんと使ってたカフェがね近くにあるんで、ちょっと来てみました。無音で直人さんがそのテンポの通り踊れるかっていう郁夫さんの持ち込み企画の動画だったんですけど、こちらです。ここですね、リバーサイドクラブ。ちょうどね今お客さんが座ってますけど、あの辺ですね、そこの店内でね踊ってましたね。じゃあ最後にねアメコだけ行ってこようと思います。って思ったんですけど、混んでて最初に撮影すればよかったかもしれないです。メニューだけ取ってきます。ケンジローさんのコラボをやってるんですよね、ブランドとのコラボで、それで混んでんのかな。
じゃあ帰ろうと思います。台湾のねフルーツサンドまだ残ってたらお土産に買って帰ろうかなと。なんか中目って人が集まってるお店があっても何屋なのかがわからない。アメコやトラステもねファンじゃない人からしたら何なのって感じですよね多分。ギリギリ買えました。台湾結構残り少なかったんですけど、こちらパイナップルなんですけどなんかペイナップルサンドって書いてあります。帰ります。バイバーイ。What the hell is going on down there?